何を取りましたか？うん、久しぶりだね。ねえ、触覚もピンってなってる。見て、本当だ、ピンって。いるね、かわいいですね。飛んだ。飛んだ。ポンって。ああ。逃げられた。残念。これ交尾で。やばいやばい。え？交尾だよねこれ。うん。え？あれ？あ、離れた。ね、は初めてじゃない、イナゴの交尾見たの。なんかガチャ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 って動いてたよね。え、そんなのいたの？なにこれ？え、イナゴと少量バッタのメスじゃない？じゃない、これ、すごい。やばいよ、やばいよ。バラエムちゃん、すごい。どうですか、どうですか？嬉しい、合体したやつだ。褐色と緑色、緑と、うん、あの難しいことをしてんね、茶色。立派ですね。すごいね、パパ。いや、よかった、取れて。僕も取りたい、パパ。うん。うんこして。かわいいね。なんか目が小さくて。うん。触覚がのピーンと伸びてて、かわいい。こんにちは。またバッタだ。あ、イナゴか。元気。万歳してるよ。これ見て、顔。仮面ライダーみたいですよ。かわいいね。殿様だった。あ、まあそうだね。殿様だったの方がそうだけど。うん、かわいい。コバネイナゴかな、これね。確かに。あ、でけえのいるな。いっぱい捕まってる。いっぱいいるね。いっぱいある。かわいい。かわいい。3、2、1、ほっ。あ、間違った。ダメだ。あー、逃げた。全部失敗だ。残念。何の毛虫だこれ。死んでるかな。いや、死んではいないだろう。すげえ、初めて見たこれ。うん、何の毛虫でしょう。え、なに、イナゴが出てきたよ。穂の上の方に捕まってるやつは取りやすいから、じゃあ上のやつ狙っていこう。そうそうそう。ほら、ここに塩辛いるでしょ。あ、いるね。今こっち見たよ。でしょ。うん、ただもうピカッとね。一気に行くよ。うわ、取れた。イエーイ。結構白っぽくない、この塩辛。うん、飛ぶ時ね、この黒線が見える。うん、それで見つけてんの。うん、お尻がね。今度ね、腹広トンボ捕まえたい。あ、腹広捕まえたいね。腹広はさ、うん、お腹がさ、うん、プニプニしてんだよね。そうなんだ。ほら、しじみ。このしじみなんか、うん、ちょっと羽が弱ってるね。いいでした。ジョログモ的な。うん。うわー、でけー。すごい。立派だね。でしょ。うん。すごいでかい数だよこれ。ほら、ベニシジミ。かわいいね。そうなんだ。めちゃくちゃいるじゃんこれ。何、大量発生。うわあ、何これ。なんかイナゴ大量発生になってるこれ。何これ。大量発生だ。なんだこれ。おおお。またイナゴさん取れたぜ。ここパラウェイすすぎ。やばいね、嬉しいね。僕こっち行ったらめっちゃ飛んだから。ゆすぎって言ってた。イナゴがね。
ほら少量かな。一人いるよ。どこにいる？あ、これ？うん。あ、本当だ。オンブバッタがいました。なんか小さい虫の群れを見つけたんだよ。あ、いた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 。わかる？これ。これ何の虫？なんかカメムシかな。なんか小さいのいっぱいいるんだよ。ほら殿様いるよね。え、殿様でしょこれ。あーあ、なんだって。だって今度のバッタが捕まえちゃったよ。すごい。ほらこっちがバッタ、こっちがバッタ。あ、ほんとだ、イトトンボだ。イトトンボ取っちゃったよ。すごい。いるいるいる、いる中に。あバイバーイ。イトトンボ飛び立った。あの、うん、さっきはね、コバネイナゴだったけど、うん、今回羽が長いから、あの、羽長イナゴ。すごい。確かに羽は長いよ、これ。うん。だってさっきの子と比べてみると多分、うん、羽長いよ、長いね、多分、うん。なんか、お尻より先に行ってもね、羽がね。確かにね、行ってるから。すごい。な、何して撮ったって？長州。これも羽長イナゴかな。羽長イナゴの可能性がありますね。うん、羽長いもん。うん、これ結構羽ほら長めだから元気マジで。見てこれ、口も、あ、バンザーイ。かわいい。見てこれ。ほら、これなんか地獄の世界みたいだね。うん、何これ。地獄。鬼バスっていうんだってね、これ。鬼？うん。鬼。ってことはやっぱり地獄なんだ。地獄なんだね。モンクロシャチホッコウの幼虫なのかな。取った？その蝶々何？あー、赤星ゴマダラ、赤星ゴマダラここにいるよ。これはアゲアチョウ。ほんとだ、頑張れ。あー、行っちゃった。赤星ゴマダラ、綺麗だね。これ、オムバッタ、うん、すごいね、何でも取っちゃうね。あー、逃がしてあげた。オムバッタ、他の虫見つけたの？おうしじゃん、おうしじ。ああ、そうなんだ。おうしんちゃんに来ちゃった。